トーマス・ザンデルリングは、ドイツの指揮者。父のクルト、およびイボテイのシュテファンも指揮者、イボテイのミハイルは指揮者、チェリストである。1942年10月2日に、当時レニングラードフィルハーモニー管弦楽団の第一、指揮者を務めていたクルト・ザンデルリングを父に、ノボシビルスクに生まれ、レニングラードで育った。レニングラード音楽院で学び、パリ国立高等音楽、 舞踊学校に1年間留学した後、ベルリン音楽大学で学んだ。その後、ライヘンバッハ交響楽団主席指揮者、ハレ州立歌劇場音楽監督を歴任した。以降は東ドイツのみならず世界の主要なオーケストラに招かれて指揮するようになった。ザンデルリングがロシア国立交響楽団を指揮するのを聞いた。 作曲家のドミートリー・ショスタコービチは、自らの公共曲第13番と、公共曲第14番のドイツ初演を委託した。両者の交流はさらに、ショスタコービチの最後のオーケストラ作品である、ミケランジェロの詩による組曲の、世界初録音へと結びついた。録音には、この他に、サンクトペテルブルクフィルトの共演によるマーラーの、公共曲第6番や、 フィルハーモニア還元楽団との共演によるブラームスの公共曲全集などがあり、高く評価されている。あまり知られていない作品の録音にも積極的で、例えば、丸目公共楽団との共演によるアルベリクマニャールの公共曲全集などがある。1992年から2000年までは、大阪シンフォニカー公共楽団の音楽監督、常任指揮者を務め、現在は、 景観音楽監督、主席指揮者に任ぜられている。2014年からは、東京構成ウィンドーオーケストラの主席客演指揮者に就任した。2011年2月9日には、東京構成ウィンドーオーケストラの第108回定期演奏会を、2015年1月17日には、第122回定期演奏会を指揮した。ありがとうございます。